日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンのトマトソースピザパン、ピザパンスティック、そして神戸屋さんだったかな、幸せ届けるとろーりチョコクリームパンと、そのいちごミルク版を食べたいと思います。この幸せ届けるは視聴者様からコメントでリクエストをいただいて、ずっと探してたんですけどなかなか見つからなくて、今日ようやく見つけたので早速食べていきたいと思います。それではまずこちらトマトのソースピザパンから食べていきたいと思います。セブンのトマトピザパンは甘酸っぱいのか酸っぱいのか、どっちなんでしょうねって、どっちも酸っぱいやないかいって突っ込まれそうです。表面に乗ってるだけで中身は特に何も入ってないですね。まあコンビニのピザパンだったら中に入れるっていうのはなかなか難しいのかな。ではいただきます。前から探していたんですけどようやく見つかったか。それだけあってか、このクリームパンすごいですね。もっといろんな味のクリームで食べてみたくなるという味でした。もうね、ピザパンについてはやっぱりまあトマトの味が強いですね。一方なんだろうな、コーンも美味しいんですけど、もうちょっと何かあってもいいような気もしなくもないですね。さてどうしたものか。では、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと物足りない部分もあるかもしれませんね。具体的には、この後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べた、こちらの2種類、セブンイレブンの2種類のピザパンは、どちらもトマトソースのじゅわっと広がる甘酸っぱさと、コーンのプチプチとした食感が美味しかったですね。で、ピザパンスティックの方は加えて玉ねぎのちょっとジャリッとした食感もあって、それがどうだろうな、好みかどうかでちょっとは少し味評価が分かれそうですね。玉ねぎのジャリッとしたのがある方がいいと思う人であれば、ピザスティック、パンスティックの方が美味しいですし、一方で玉ねぎない方が好みですという考えのあなたであれば、トマトソースピザパンのがベストですね。このあたりはお好みなので、どちらがいいと一概には言えません。で、こちら幸せ届けるクリームチョコクリームパンといちごミルククリームパンなんです。チョコクリームの方はかなり濃厚でほんのり苦味がある、こういったなんか市販で売られてるタイプの菓子パンには珍しい甘さ控えめのチョコクリームでした。なので少し大人な味わいの幸せを届けてくれますね。一方でいちごミルクの方はシンプルな甘酸っぱさで、その中でシュワッとすっきりした甘味わいを届けてくれて美味しかったです。これもちょっと好みが分かれそうです。自分はどちらのクリームも好きなので美味しかったのですが、甘いチョコの方がいいなぁと思われる方もいるでしょうし、いちごミルクよりもシンプルにいちごジャムの方がとあなたは考えるかもしれません。でもそれでいいんですよね。結局最終的には個人の好みになるのですが、私はこのチョコクリームパンぜひ食べてほしいと思います。濃厚でふわっとほんのり苦味がくるので、少し落ち着いた気持ちになって幸せを感じられそうな気がしましたから。で、なので今日はこちらのリクエストいただいた幸せ届けるチョコクリームパンを代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。